私たちリコーグループの環境保全活動、その活動を象徴する考え方が環境経営。地球規模で環境保全に貢献していくには保全活動を途切れさせないことが重要。私たち企業が環境保全活動を継続的に行っていくには、その活動自体が利益を創出し続ける必要があるという考え方が環境経営です。この活動で確実な成果を上げていくには、目指す姿とその実現に向けた長期的な計画が必要になります。私たちは環境、社会、経済のバランスが取れて、人間社会が環境に与える負荷、これが地球の再生能力の範囲内に抑えられている状態を目指しています。リコーグループはその実現に向け、2050年のビジョンを掲げて、通過点となる目標を設定し、今何をすべきかを明確にして、計画的なアクションを展開しています。そしてその活動範囲は、メーカー、販売者としての事業領域だけではなく、製品のライフサイクル全体で環境負荷を減らしていかなければならないと考えます。私たちはお客様先での環境負荷削減に貢献することを重視し、オフィス環境やお客様の働き方についても提案して、共に環境保全活動を推進してきました。ここでは持続可能な社会の実現に向けたリコーグループの環境保全活動の一部をご紹介していきます。現代社会では限りある資源を使って自然や生態系に影響を与えながら製品を生み出してきました。しかし、そのようなものづくりは持続可能ではありません。そこでリコーでは、新たな資源を極力使用しないものづくりに取り組んでいます。その重要な取り組みの一つが再生機です。これからご紹介するのは、低コスト、そしてより少ない環境負荷で再生機をお客様にご提供するための様々な取り組みです。例えば、使用済み製品を効率よく良好な状態で回収するための回収網の整備、計画的な生産を可能にする回収量予測技術、新たに製造する製品の設計段階から部品の再利用を前提としたリサイクル対応設計、数世代の製品にわたって部品を使うための共通化、回収した部品の寿命を見極める余寿命予測技術など、さまざまなリサイクル技術やシミュレーション技術を駆使して再生機の安定した供給体制を構築しています。こうした取り組みから、再生機の幅広いラインナップが可能になり、お客様のニーズに合った再生機をご提供できるようになりました。リコーは再生機をより多くのお客様にお使いいただくことで、貴重な資源を有効活用し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。また、新たな資源を極力使わない取り組みとして、製品の小型・軽量化により、使用する材料の量そのものを減らす取り組みや、電炉鋼板などのリサイクル材料、再生可能なバイオマス資源の活用にも積極的に取り組んでいます。近年の劇的なエネルギー事情の変化により、省エネの意識がこれまでにない高まりを見せています。リコーは環境負荷の低いオフィス機器の提供にとどまらず、トータルで省エネに貢献するため、オフィス全体を多面的に可視化して解決策を提案していきます。日本のオフィスの多くは中小規模、その割合は 98% にも及びます。このような中小規模のオフィスは、大規模なエネルギーマネジメントシステムの導入が難しいのが現状です。
そんな一般的なオフィスではどんな省エネ対策を行っているのでしょうか。エアコンの設定温度を調整したり、照明を落としたり、電源をこまめに切ったりしています。しかしこのような省エネ対策には注意が必要です。強制的に省エネを実践したがためにオフィス環境が暗い、暑い、不便という状態になり、業務効率が低下。電力コストは削減できたけど生産性が落ちてトータルでマイナスに陥るというケースがあるからです。こうした状況を招いているのは機器や設備面に偏った省エネ対策で、そこで働く人の行動や業務プロセスへの配慮が欠けていることが原因といえます。エネルギーを効率よく利用していくことは社会共通の課題。リコーは必要な電力か無駄な電力かを見極め、快適性や利便性を損なうことなく省エネを推進するオフィスのエネルギーマネジメントソリューションを展開していきます。機器ごとにきめ細かく可視化された電力情報と人の行動パターンや位置情報の関係性から無駄な電力を見つけ、機器のコントロールに生かします。リコーの研究所で行った実証実験では、実験前と実験の後では 42% もの削減効果を確認することができました。リコーは働く人々の動きや快適な空間を見つめ直し、環境負荷を削減、持続可能な社会の実現に貢献していきます。スマートフォンやタブレット端末の普及でコミュニケーションの自由度は大きく向上しました。 IT の恩恵を受けて私たちが扱う情報はよりリッチな世界へと広がっています。それにより今までは考えられなかった新しいタイプのコラボレーションがビジネスを変え始めています。リコーはこれらの情報通信技術を誰もが簡単に活用できる形に進化させることで、さらなる業務効率の向上はもとより、創造的なコミュニケーションで価値を生み出す新しい働き方を提案しています。その働き方は環境負荷削減にもコスト削減にもつながります。その一例が会議の在り方。会議の前に資料を大量にコピーしたり、直前の差し替えで慌てるといった光景をよく目にしませんか。ペーパーレス会議を導入すればこんな困りごとはなくなり、無駄な印刷コストや紙の消費量削減にもつながります。またビジネスがグローバルになるとテレビ会議が活躍します。人の移動によるコストも環境負荷も削減できます。しかし従来型のシステムが使いづらいのはなぜでしょう。リコーはそれらを徹底的に見直しました。例えば専用線の代わりにインターネット、大型の高価な装置ではなくポータブル、専門家不要で誰でも簡単に接続できる。その結果いつでもどこでも誰でもタイムリーでリアルな情報共有が可能。ビジネスのスピードと質が向上します。私たちリコーは社会の変革を先取りして、確かな技術でビジュアルコミュニケーションが生み出す環境負荷削減につながる新しい働き方をこれからも提案し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。リコーグループが環境経営を提唱して15年。環境保全と利益創出を実現するため、さまざまな取り組みを行ってきました。ご紹介した3つのアプローチもその中の一例です。私たちリコーグループは常に時代の変化を見据え、社会からの期待に応えるべく環境経営を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
RICO